ユーデンティービーの皆さん、どうも。ウェジルの雨が君に降りかかる。ユーデンティーでございますってこのユーデンティーがあまりにも晴れ男すぎるせいで、季節的に梅雨の割には全然雨が降ってない気がするよねっていう話だからね。そうやって雨が降らないことで水分不足になってるてめえたちもそうだし、さらにこの U20 にあまりにもハマりすぎて、トゥエジル不足になっちゃってるてめえたちにも、天からの恵みとして、大量のトゥエジルをまるでスコールのごとく浴びせてやりたいよねっていう話だよね。で、まぁ、今回ね、この U20 を通してね、まぁ、てめえたちにね、伝えたいのが、まだ知らない！先日モテフィットの返金が全て完了したっていう風に報告して、炎上や問題は全て解決したとしている、テンチムなんだけど、ここに来て、もう一つの商品であるモテホイップに関して、販売会社が水面下で返金対応してて、まるで蒸し返すかのように波紋を呼んでいると！いうことでね、モテホイップよりもモテトゥイジルを女の子の全身に塗ったくってやりたいこの U20 としては黙ってらんないよねっていう話だからね、まあ、この U20TV 撮ってるよねっていう話だよね。モテフィットに関する、テンチム炎上の経緯に関しては、過去に何十本もこの U20TV で取り上げてるよねっていう話だから、その経緯を遡って知りたいてめえたちは、ぜひ過去動画を辿ってみてほしいよねっていう話なんだけど、先月俺が出した動画でも伝えた通り、テンチムは、この U20 の誕生日である、4月30日に、返金完済しました今後についてっていう動画を出して、炎上のきっかけになった、ナイトブラである、モテフィットの返金作業が全て完了したと。そう動画で報告して、その一方で、脂肪を大きくする成分がたっぷり含まれているっていう宣伝文句で販売していた、モテホイップに関しては、返金対応しないと判断したと、その動画では言ってたわけなんだよね。ただ、テンチムは、過去にこれこれ生放送に LINE 電話で出演した際に、そのモテホイップに含まれているとされている、脂肪を大きくする成分に関して、たくさんの医者から、その表示は嘘なんじゃないかと、そう指摘されてたことから、テンチムは、モテホイップに、本当に脂肪を大きくする成分が入っているかどうかを調べて、それを公開すると発言しちゃってたんだけど、依然として、テンチム側からその約束は一切守られてないんだよね。そして、ちょうど昨晩のこれこれ生放送で明らかになったことなんだけど、とあるモテホイップの購入者が、そのモテフィットとモテホイップの販売会社である株式会社ユイク宛てに、モテフィットだけじゃなくて、モテホイップも返金対象にならないでしょうかと。モテホイップもモテフィットと同様に、バストアップすると歌っている商品なので、モテフィットだけ返金対応するのはどうかと思いますと。そうメールを送ったところ、担当者から返信が来て、なんと驚くことに、モテホイップにつきましても、ご返金の対象とさせていただいておりますと。そう答えて、その後日には、その購入者の銀行口座に、モテホイップの購入代金分が返金されちゃってたんだよね。この不可解な現象に関して、ベッドの上で女の子が大雨洪水警報になっても目を守るためにメガネをかけているエドガー20が全力で推理してやるとすると、おそらくテンチム側は、当初はテンチム側と販売会社側でモテフィットだけ返金するのか、それともモテフィットとモテホイップ両方返金するのかっていうところで、認識に食い違いがあって、この情報提供者に関しても、去年の9月時点で販売会社宛にメールを送っていることから、おそらくその当時は、双方の間で認識のすり合わせができていなかったんじゃないかなっていうふうには予想してんだよね。まあ、ただ、炎上と返金額を最小限に抑えたいテンチムは、もっぱら話題に上がってた、モテフィットにだけ返金すると言及して、モテホイップの方にはほとんど自分からは触れてこなかったことから、おそらく販売会社側にも、例えばモテホイップに関しては途中で返金対応をやめろだったり、そんな指示を出してたとしてもおかしくはないよねっていう話だよね。まあ、ただ、今回発覚した、人によってはモテホイップの購入代金も返金されたり、それすらもなかったことにして、逃げ切ろうとしてるテンチムなんだけど、それは世間は許してくれませんよと。そもそも返金に対しての認識のすり合わせが、販売会社との間でできてない時点で、完全に詰めが甘すぎるよねっていう話だし、現に返金された購入者がいる時点で、てめえは返金しない宣言をしてる場合じゃないし、平等に対応するべきなんじゃねえのっていう話だよね。そしてさらにそんな購入者たちを怒りを買ってるのが、おととい21日にテンチムのチャンネルでアップされた、家賃200万円の新居のルームツアー動画だよね。
その家賃200万円の物件に関して、テンチムは一昨年の5月にテンチムオークションを購入っていう動画を出してて、その中でタワーマンションを購入する予定って言っちゃってたんだけど、去年のモテフィットの炎上によって購入者への返金や販売会社への損害賠償を支払うためにマンション購入の件はキャンセルしたって言ってたんだけど、今回改めてテンチムはインスタストーリーを更新して、たまにコメントとかでキャンセルしたって言ってるオークションに、実はキャンセルしてなくてそこに住んでるんでしょって言われるんですけど、私が住んでるところはそのオークションじゃないと。動画で話した通り、買ったオークションはゴリゴリキャンセルして、キャンセル料で絶賛頭金取られてるし、今住んでるところは新規で賃貸で契約したマンションなので、そこら辺よろしくお願いしますと。そう断言しちゃってるよねっていう話なんだけど、これに関してこの江戸川20は完全にダウトだよねっていう話だよね。だってその物件が仮に賃貸だとしたら、そもそも審査や連帯保証人が必要で、いくら有名人で稼いでるとはいえ、 YouTuber となるとかなり条件的には厳しいんじゃないかなっていうふうには思うし、モテフィットの返金が完了した前後のタイミングからそのマンションに住んでる時点で、とてもその時のタイミングでそんな物件を借りれるとは到底思えないんだよね。だし、そんな毎月200万円もするような物件を借りれるぐらいだったら、まずそもそもオークション買えんじゃんっていう話だし、仮にモテフィットを本当に自腹で返金してたとしても、その頭金を失ってまで購入をキャンセルするっていうのも常識では考えにくいよねっていう話だね。まあ実際本当に持ち家か賃貸かっていうのは、本人が契約書を見せない限り、本当の真実にたどり着くことはできないんだけど、そもそもこの U20 は返金するために約4億円の負債を負ったっていうことも、金がないっていうことで引っ越したワンルームのマンションに関しても、今のタワマンに関しても、今回の動画で言っちゃってる家賃200万円なのに口座に200万円ないっていうことに関しても、全てにおいて演出でありエンタメであって、本当のところは全く違うんじゃないかっていう風に勘ぐってるよねっていう話だし、この U20 を見てるてめえたちも、テンチムだけじゃなくて、そもそも YouTube もそうだしテレビもそうなんだけど、あくまでエンターテイメントの一環として見た方がいいし、 YouTuber の言ってることは本当なんだと鵜呑みにしない方がいいよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はね、テンチムがモテホイップに関して言及や返金を避けて逃げ切ろうとしている矢先、自ら家賃200万円と誇張して、その豪華なタワマンを公開して、またしても視聴者の反感を買いまくっていると。いうことでね、久々に香ばしすぎるテンチムの話題にこの U10TV 取らざるを得ない状況になっちゃってるよねっていう話なんだけど、今回の炎上に関してもテンチムに対して一言俺から言うとすれば、完全にてめえは爪が甘すぎると、もうそれしか言うことがないよねっていう話だし、炎上返金からの借金返済を感動物語かのように演出してハッピーエンドにするんだったら、当然金を稼ぐことの大変さだったり、助けてくれた周りの人たちへの感謝っていうのをたとえ表面上でもずっと忘れたらいけないわけじゃん。なのにもかかわらず、返金し終えたからといっていきなり家賃200万と誇張して自分の部屋を紹介するのは、今まで作ってきたストーリーと完全に矛盾すんじゃねえのっていう話だし、今このタイミングで金持ちアピールをしても誰も得しないと思うんだよね。だし、仮にその家賃が本当だったとしても、それを大々的に公表する必要があるのかっていうのは甚だ疑問だよねっていう話だし、モテフィットやモテホイップの購入者の反感を買わないように、もっとうまく立ち回る方法はあったんじゃねえのっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、今回のこれこれ生放送やこの U20TV を本人が見て、どういう対応をするのかっていうのも見物だよねっていう話だし、そんなモテホイップよりもはるかに自己肯定感が上がって綺麗になれる、モテトゥエジルを全身に浴びたいてめえたちは、今すぐにこの U20 のチャンネルを登録して、そしてコメントでトゥエジルを懇願しろと。それをてめえたち一人一人にお願いしたいよねっていう話だからね。また次回の U10TV もチェックしてもらったらと思います。それではね、またネクスト U10TV でお会いしましょう。See you!